目的にしていった家は、何事も想像していた通りで、人少なで寂しくて、身にしむ思いのする家だった。最初に女房の居間の方へ訪ねて行って、話しているうちに夜が更けた。二十日月が上がって、大きい木の多い庭が一層暗い影がちになって、軒に近い立ち花の木が懐かしい顔を送る。女房はもう良い年配になっているのであるが、柔らかい気分の受け取れる上品な人であった。優れてときめくようなことはなかったが、愛すべき人として、因が見ておいでになったと、源氏は、また昔の宮廷を思い出して、それから、次々に、昔恋しい、いろいろなことを思って泣いた。ホトトギスが、さっき町で聞いた声で泣いた。同じ鳥が追ってきたように思われて、源氏は面白く思った。いにしえのこと語らえばホトトギス、いかに知りてかという古歌を小声で歌ってみたりもした。